はい、はい、まもなくですね、最後の、場面となりますけど、はい、よろしいですか。じゃあお迎えしたいと思います。佐藤雄平知事、よろしくお願いします。どうも今日は本当に公務多忙のところありがとうございました。よろしくお願いします。こんばんは、ご紹介いただきました佐藤雄平でございます。実は6年ぶりにやってきました。あの柳橋歌舞伎の皆さんにはこれありがたいことにはね、2年前全国の生涯学習フェスティバルというのをやりました。これは秋篠宮様と紀子様をお迎えして、でその時の閉会式の時ね、さっきやってくれたのかな、中学3年生の白波5人男やった、もう大変な好評で、おかげさまであの時も25万人ぐらいの皆さんに参加をしてもらえばいいなと思いましたら、福島県から30万人入っていた。今日はまたね、私はねご縁があるんですよ、郡山と10時からよさこいやった。それで1時からあのいわきのアリオスということでね、今ちょうど福島県の芸術祭をやっておりまして、アリオスでそれぞれの出し物をさせてもらって、アリオスではこのブラスバンドを聴いて、これで歌舞伎と、まさによさこいブラスバンド歌舞伎で今日の芸術祭は全て素晴らしい一日になったなと思っております。もう300年を誇るこの素晴らしい歌舞伎、さっき聞いたら岐阜県の方からも人がお邪魔して、まあ、郡山ちょっと大和郡山と間違っちゃった、で郡山って福島県ですからって改めてまた福島県も PR していただいたということもさっき聞きました。私は伝統文化は、まあ、極めて大事であろうと思っております。まあ、今日こうして皆さんの桟敷、それからまた来ていらっしゃってるお客さん、それぞれみんな仲間意識を持って来ていらっしゃってもらっています。今ややもすれば大都市部の方で毎日こう凄惨な事件がいろいろ起きて、こんななんでこんなこと起きるのかなと思ったら、私はどうしても人間関係が極めてこう希薄になりつつあるな、まあ、最近もね無縁社会なんて、俺戸籍原本にいるはずなのにいなかったと、まあ、隣近所がうんと疎遠になっているというような時代になって、私はこの逆にこの福島県をずっと歩かせていただくと、どんなその集落でもねお互いにこう支え合って昔からの伝統文化を守っている地域社会があるんです。これは私これからの時代にうんと大事になっている、だんだん疎遠の時代になってくる中でさらにまた大事になってくるんで、私自身も伝統とか文化とか芸術とかスポーツ、まあ、こういうふうなものを地域社会の中で大事にしようと、まあ、いうことで新しい福島県の総合政策を作らせていただいて、まあ、その中の基本礎というのはお互いと人と地域社会というふうなことにさせていただきました。どうぞもう皆さんも今日の歌舞伎、まあ、これを期してそれぞれの今日お互いにこう感激している仲間と人の関係をやっぱ大事にしよう、まあ、地域の関係を大事にしよう、まあ、そういうことによってやっぱり日本文化のまた一つの明け物というような感じになって、地域が素晴らしくなるような尽力をぜひお願いしたいと思います。今日はこうして文化財を守ってくださっている皆さん方に心から拍手を送りながら、そしてまたこう今日感激してもらっている皆さんのお気持ちを汲んで一層発展することを記念しながらご挨拶に返させていただきます。本当に今日はおめでとうございます。皆さん本当に一生懸命応援していただきたいと思います。あ、それからそうだな、佐藤秀峰さんにな、懸垂の、あ、これまたやっぱ素晴らしいです。だからたまたま昨日私はね
あれは BS かなんかで、あの映画海猿からやってましたよね。これで私は、あ、アイズダン短大の学生さんもあの一緒に作っていただきたいというのは、これに対してもやっぱり本当にね、心から敬意を表したいと思います。本当おめでとうございます。佐藤雄平知事のますますのご活躍をお祈りしまして、大きな拍手をどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、すみません、そこにちょっと落ちたものを取ってもらってよろしいですか。じゃあマイクです。はい、ありがとうございます。はい、